ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。こんばんは。さあ、今回は一体どんな解説をしてくれるのかしら。今回の解説はこれだ。矛盾収容の原因、胸クソやらせまとめについて解説していくぜ。それじゃあ解説お願いします。ではでは、ゆっくりしていってね。はっはっはは、何をそんなに笑っているんだ。今、YouTube で昔のテレビを見ていたんだけど、それがとっても面白かったの。なんだそんなことか、なんていうテレビを見ていたんだ。確か、ポコチンみたいな名前だと思うんだけど。いくら昔がコンプライアンスが厳しくなかったとしてもそれはないだろ。どんな内容なの？絶対に負けない者同士が対決する内容なんだけど。それは、ホコタテっていう番組だぜ。それだ、こんなに面白いのになんで終わっちゃったのかしら。それにはテレビ業界の闇が隠されているんだ。早速、ホコタテ収容の原因、胸クソやらせまとめ、について解説していくぜ。はい。まずなんで収容したか教えてほしいわ。そうだな、霊夢はなんで収容したと思う？内容はとても面白かったから人気はあったと思うから違うことが原因ね。そうだな、視聴者の意見で収容したっていうわけではないぜ。そうだよね、ズバリ、絶対に髪が生える育毛剤を年につけても生えなかったとか？確かに髪はないけど、不正解だぜ。じゃあ何なんですか？人気番組、ホコタテの収容原因は、番組制作側のやらせ演出が告発されたからだぜ。やらせ。あんなに面白かったのに演出だったなんて。残念ね。そうだな、でももちろん全てがやらせだったわけではないぜ。そうなのね。じゃあどんな経路で告発を受けたの？ホコタテ制作のフジテレビは、ラジコンカー世界大会を13連覇した広坂まさみさんの所属する、ヨコモに告発を受けたんだぜ。じゃあその広坂まさみさんの出演した対決に問題があったということね。そうだぜ。内容を簡単に説明すると、実際の対決とは異なる内容が放送されたとして、ヨコモはフジテレビを告発しているぜ。どのようなやらせがあったか知りたいわ。そうだな、実際にどのような過剰演出があったのか解説していくぜ。やらせをしたのは1回じゃないからな。なんだってー。ここからはどのようなやらせが放送されたのか解説していくぜ。お願いします。まずは告発のきっかけとなった、スナイパー VS ラジコンカーについて紹介するぜ。この対決に広坂まさみさんが出演していたのね。そうだぜ、対決の内容は、絶対に外さないスナイパーが、絶対に当てられないラジコンカーに、銃弾を当てることができるかどうかというものだったぜ。スナイパーがかなり有利な対決に見えるわ。確かにな、放送では、残り1秒でスナイパー側がラジコンカーに弾を打ち込み、勝利をするという展開になっていたんだぜ。おお、やっぱりそうなるわよね。でも、その放送にやらせがあった疑惑が浮上したんだぜ。え、やっぱり年？だから違うって、実際の対決ではスナイパー側の反則負けになっていたんだぜ。反則？残り1秒で勝ったんじゃないの？まず、視聴者に公開されていない裏のルールが存在していたらしいんだ。裏のルール？テレビ番組の裏ね。裏のルールは、2分対決としているが最初の1分はラジコンに弾を当ててはいけない、ラジコンに当てていいのは3発まで、という内容だったんだぜ。そんなルールがあったなんて。このようなルールがあったにもかかわらず、スナイパー側は開始直後に銃弾をラジコンカーに命中させ、さらに2発目もモーターに命中させラジコンカーを粉砕させたんだぜ。裏のルール違反をしたっていうことね。スナイパー側の言い訳としては、1発目は誤って当ててしまい、その後に切る、という声が聞こえて反射的に打ち込んでしまったとのことだったぜ。生粋の軍人2期だったっていうことね。あ、放送では男性と対決していたけど、実際にルールを破ったのは女性だったらしいぜ。そこもやらせなの？生粋の軍人2期の反則負けっていうのが事実なのね。そういうことだな。確かに開始直後の反則負けっていうのは面白くはないけど、偽造するのは良くないことだと思うぜ。そうだね、他にもやらせはあるんでしょ？どんどん紹介していくぜ。同日に収録した、ラジコン VS タカでもやらせが行われていたぜ。また、ラジコンが被害者なのね。今日はずっと対戦相手はラジコンだぜ。この対決はタカがラジコンを捕まえてタカの勝利で放送されたぜ。また、裏のルールが存在したの？いや今回は対戦相手がタカだからルール違反とかは起きていないぜ。対戦相手が動物という点が事件を生んだと言えるぜ。全然どんなことをしたのか想像できないわ。対決を始めてみるとタカがラジコンを警戒して全くラジコンを追いかけなかったんだ。だから、ラジコンチームは今から対決をするのに関わらず、タカをラジコンに慣れさせるために協力したんだ。敵に協力したということね。
そういうことね。でもわがままなタカはいつまでもラジコンになれることはなく、全く追いかけようとしなかったんだぜ。わかった。つまり動物のタカは追いかけないから、中の人と忖度ができるハリー君を連れてきて、それに追いかけさせたのね。そんなわけないだろ。あと中の人とか絶対に言うんじゃないぜ。フジテレビ側は追いかけないタカに痺れを切らせて、ラジコンにゆっくり走るように提案をしたんだ。それがやらせってことね。でも断ることもできたんじゃないの？番組の制作側が高圧的な態度であったとも告発しているぜ。でもこれはさすがに視聴者にもバレたんじゃないかしら。その通り。この対決はあまりにもラジコンカーが捕まりに行ってるように見えて、多くのクレームがテレビ局に寄せられていたらしいぜ。そんなことしないで、都市に走らせればいいのに。なんで芸人がラジコンを捕まえるんだよ。あと言うとしたら都市じゃなくてタカだろ。次お願いします。俺が滑ったのか。最後は、ラジコン VS 猿で起こったやらせについて紹介していくぜ。また動物 VS ラジコンじゃん。制作側も懲りていないわね。この時点でやらせをすることに何も悪気を持っていないことが感じられるぜ。また猿にラジコンを鳴らすことから始めたんでしょ。今回はそれすらもひどかったんだぜ。タカは警戒をしてラジコンを追いかけようとしなかったけど、猿はビビって逃げてしまったんだ。もう解決策は一つしかないでしょ。年を走らせる。もう年さんはいいって。そこで番組の制作陣は猿の首にラジコンをくくりつけて、絶対に逃げないようにしたんだ。そんなの絶対にラジコンが捕まるに決まってるじゃん。この動物保護などを古無視したやり方には、過剰演出の問題以前に多くの批判が集まることになったぜ。そこまでする必要があるのかって思ってしまうわ。ホコタテが終了したのは2013年のことだけど、現在でもフジテレビのやらせはたびたび問題になっているぜ。確か過剰演出により大炎上を招いたテラスハウスもフジテレビ系だったわね。そうだな。当時ホコタテの問題が告発され、放送を自粛することが発表された週末に、フジテレビの幹部たちがゴルフコンペをしていたことがわかっているんだぜ。絶対に番組を辞めさせたい視聴者と、絶対になんとも思わないフジテレビ幹部の対決をしていたのね。さらに当時のディレクターは、順番を入れ替えたり、対戦相手に手加減を頼むことは日常的にあって、それをやらせと言われると番組の制作は厳しい、と述べているぜ。多少の忖度には何も思っていないようね。しかし、猿の演出に至ってはやりすぎだったと述べている箇所もあったぜ。でも、今でも過剰な演出が行われているとなると、テレビ局と視聴者との感覚のズレを感じるわね。確かにインターネットが大流行している今の時代に人気のある番組を作るためには、過剰な演出が必要なのも少しわかるぜ。でも、嘘は良くないわ。そうだな、多くの人が見ているフジテレビだからこそ、やらせなどせずに面白い番組を作ってほしいと思うぜ。さて、今回は、ホコタテ終了の原因、胸クソやらせまとめ、について紹介したがどうだった？面白いと思っていた番組にやらせが行われていたことがショックだったわ。俺も猿に糸をくくりつけて無理やり企画を成立させたやらせは衝撃だったぜ。そうね。収録までに面白い映像を撮らないといけない厳しいスケジュールが、そのような演出を生んでいると感じたわ。情報が溢れている時代に、視聴者がどの情報に嘘がないか判断しないといけない時代が来ているんだな。多くの人が情報を得るメディアだからこそ、事実のみを放送してほしいと感じたわ。俺たちの多くの人に情報を伝えているんだから、しっかり事実を伝えれるように努力しないといけないぜ。そうだね。じゃあ今日マリサがうんちを漏らしたことも伝えないとね。おい、それは言わなくていいだろ。事実なんだからいいでしょ。それじゃあ、今回はこの辺で終わるぜ。ということで、ご視聴ありがとうございました。